小浜くんね、はい、なんかこう役者っぽいけどね、アホですよ。アホなの？わまだまだ演じてるでしょ。ちょっと大楽に近いですよ、ノリがね。え、大楽と思い、あ、大楽さんね、うん、どうした？前もそう言っていただいたんですけど、ね、大楽さんわからない、関俊美さんなんか不思議で、これの宣伝の、はいはいはい、絶対おかしいことしないだろうみたいな雰囲気が出て、関俊美さんの、ラジオなんですけど、撮ってきたんですけど、仕事ついたつながったの？え、仕事つながったの？あれもハゲた、あ、なんかその時にやることになって、あの土田さん経由で中岡さんとすぐはーよかったね、ぜひ、あ、俺に、はい、ちょっと使って、いやいや、ちょっとこれも入れた方がいいじゃないですか。良かったじゃない、一応。そうなんですよ、一年間もなかなかそういう良かった、なるほどなるほどなるほど、よかったね、そういうので広げてってください。はい、あの、でももうすぐハールですね、多分違う人だった。あ、レコードもう待ってるんですか？待ってます。あ、待ってる、待ってるけど音がね、あの工作してて多分聞き取れない。あ、そうか、前の方が下がった時はニーズ、この番組お金がないっすね。で、あとこれってどうしたら、もう始まったんですね。はい、はい、さあ、ユーストリームということでね、はい、ぶっちゃけた話も先週と今週、ははい、先週、先々週と今週、はい、再放送ないです。ああ、ないので、はい、大変みたいです、あの遠方の方が。うーん、だからユーストリームを見てっていうね、はい、のがありまして。で、何、まず、どうしたの？あ、これ、ぜひぜひワッキーさん使ってください。これ、何これ、渋の泡って、柿なんですけど、柿のなんかエキスで、うん、柿渋石鹸で、はい、ネットボール、これどうしたの？これあの、うん、実はその TBC のラジオで、うん、あのネットショッピングなんですけれども、はいはいはい、それラジオのネットショッピングの告知で、うん、いや、はい、広げてんじゃん仕事は、はい、誰とやったの？鈴木としみちゃんなんです。いやいや、そこはワッキー会話でいいんじゃねえか。一緒にやってもらいました。先生、あれでもとしみつさんってもうフリーか、はい、そうです、フリーですね。そうか、やってました。なるほど。それどこでチェックできるんですか？ラジオの、はい、そうです。あ、TBC ラジオでしかチェックできないんだ。だと思います。あ、そうです、はい、なる。ネットってさ、ネットでもいけるのかな。ありがとうございます。多分ネットでも調べると出てきます。あ、そうです。柿渋石鹸、渋の泡。あ、え、なあゆみちゃんも出てるのこれ。声は出てるの？顔出てるの？声です。声。か、顔はちょっとまだ。顔はちょっとまだ。ちょっとまだ。顔はちょっとまだ。顔はちょっとまだ。俺だってちょっとまだだけど、テレビ出てんのよ。いやいやいや、まあ、顔いい悪い関係ないですよ、ね、あのスーパー車検いっぱい乗ってるやつはワッキーさんも触れてくれると思う、ね、あれ、うん、おーい、はい、あゆみちゃん、はい、ちょっと、はい、何でしょう。柿渋石鹸だよね。はい、なんか今電話来たみたいです。もう取り直しじゃねえか。あ、あ、今日すいません、大丈夫ですか、スリーの今日、はい、今日ですよね。いや、なんかあんまり意識してないで来ちゃったけども。いや、全然来ないでしょ。いつでも OK。 はぁ、あ、なんビダルサスの CM みたいな。今日 A さん個性的ですよ。まあこの方も知る人ぞ知るあの方のお姉さんですからね。あのなんかね、ユーストリームで普通のお便りをバンバン紹介してほしいと本ちゃんでもってあるんですけど、多分これね、本ちゃんと違うんでね、おはがきもらったんですよ、こう TBC ラジオでね。これ何かなと思ったら出ました、ほらね、ゲンゴロウです。ゲンゴロウじゃねえ、俺だよこれ。これあれですよね、わらこんの時の写真ですね、仙台お笑いコンテスト。ありがたいな、これ誰だ、大白の関心タイガース、ありがとうね。関心さん結構イベント来てくれるんですよね。もうね、現場の写真ってないからね、嬉しいですよ。ですか、ワッキーさん、こにゃにゃちは。パソコンで写真送れないので送れましたが送ります。あの後入院中のミュウミュウさんがワッキーさんと会ってみたかったと悔しがっていました。あ、ミュウミュウさん入院中なんだ。ですからぜひ公開録音をやってください。録音をしなくてもゲラゲラファンの集いなんてイベントも面白いと思います。他のリスナーと話をするだけでも楽しいですからね。なんかね、戦友みたいになってるみたいです、この番組で。あの人こういうこと今日考えてんのかなとか、うん、うわ、同じお題でみんな苦しんでるんだろうなみたいな。なんて非常にこのねえ、恐ろしい番組ですよ。ありがたいですけどね、イベントでも面白いと思います。他のリスナーさんね、録音なしなら放送できないエグいボツネタや。いっぱいあるんですよ。もうね、ほんと言いますけど、もう海老蔵さんのハイザーネタ、もう星の数ほどありましたね。あとノリピーとかね、あともう本当にあゆみちゃんの一言ネタなんかね、うん、もう露骨すぎるよっていうのがねありましたんで。
一応ボツにしないでね全部や全部ね撮っていってますんでね、火曜日から木曜日のハッピースーパーテレビで CM をしたりしてますが、ラジオの一つの番組をテレビで宣伝するなんて今まで聞いたことないです。そんなに苦戦しているんでしょうか。してないしてないしてないないです。多分テレビ CM を一回やるよりも泣く林大久保アナがゲラゲラに A さん B さんとして出て勝った方が、自分の曜日の CM をした方が、効果があると思うんですが、そんなに大それた番組じゃないですよ。2008年9月26日スポバラ最終回延長スペシャル、あの時本当に悲しかったですからね。あんな思いはしたくないですからね。ゲラゲラが長く長く続きますように、これからはメールしていきますのでよろしくお願いしますということで、大白の関心タイガースだ。これ本ちゃんでは紹介できないですねいや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 、僕もね、のいいっすよ本ちゃんで言わないですけど、スポバラ最終回の時はね悲しかったですね。シーズン中で終わるってどういうことやねんって思いましたけどね。これもうみんなパーソナリティ思ってましたけど、まあでもね、そっから休んで今全然野球のこと、サッカーのこと、バスケットボールのこと言いませんけど、まあ、本当僕やりたい番組をさせてもらってるのでね、ありがたいです。まあ一回止めたおかげででもね、去年の秋から今年の3月までは金曜日の夜9時っていうね、ラジオではゴールデンタイムですよ、まあ、テレビでもゴールデンタイムですけど、まあ、スポパラがやった時間にねこのような形で復活できたっていうのは本当にまあ僕のおかげかな。いや違う、いや皆さんのね、ラジオじゃ言えないねこれでもほらありがとうございます。俺いっぱい写真撮ってもらって、あ、何夢メッセの時の写真もあったんですね。ありがとうございますねいい顔してんのこれ俺もっと男前に、俺もっと男前に生まれてくる予定だったんですけどね。何なんですかね予定って。あ、すごいこれいい写真、ほらサンドイッチマンとロジャーオーバーとワッキーカイマンで4人フォーショットです。ほらほらこれすごいですねこうやって見てみんな体型同じですねこれひどいっすよね。サンドイッチマンとロジャーオーバーとワッキーカイマンすごいっすねこれコンビニの前で立ち話したら誰も入っていませんこれイベントだからよかったっすよこれ。いや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 もうひどいよねいあんまりだねすごいな俺もさっきのスケジュール、あ、ごめん、あれ、はい、ありがとうございます。いや現場の写真ってありがたいっすよね本当ないから、いやこれ貴重だわ。サンドイッチマンとロジャーオバとワッキーカヤマそれおかしいねえ、だってこいつ本当に4人とも肉襦袢みたいな売れ残ったおデビだとそれしみしみになったどうですか一番おでん風なのはロジャーおばさんなんですかねなんたら頭になったんですかねこの方ね。ありがとうございますね。じゃあゆみちゃんほら、はい、なんか普通メールをねユーストリームでね、今ほらゲストの方 A、B さん、 A さん、はい、満を持してですよ、僕ずっとラブコール送ってたんですけど、はい、出ていただきました。 B さんはもうこの間出てね、はい、はい、役者の方なんですけど、どう見てもちょっとね、まあ、新人芸人みたいなね、ね、嘘ポエマーみたいな全然全然いいですか、全然全然まあ、話聞いてないですかね絶対選びにね、とりあえずここ勝たないとみんなに申し訳が立たない、ね、そうだよね、これ本当今日ガチですからガチです今日で、あゆみちゃん、はい、一応放送でもね、一応オンエアする予定ですけどね、普通のお便り紹介しておきますね、はい、はい、ラジオネームこちら山本町バックザラさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます、石井さん、ワキーさん、そしてハークション、失礼しました、ゲストの A さん、B さんもこんばんはどうやら世間は花粉症の季節になったようですね、うん、俺もね、花粉症調べてきたらね、うん、なんか、調べるので5段階評価なんて、お、うん、俺1段階だった。あ、じゃあまだまだセーフなんですけど、はい、あゆみちゃんなの私、5段階評価とかわかんないですけど、うん、杉はもうめちゃめちゃ振り切れてます。振り切れてますか、ね、評価の概念、うん、消えてますか、ね、あ、杉すごいねって、じゃあダメなんだ。ダメです。なんか鼻がムズムズするんですが、気のせいだということにして過ごしておりますまあまあ病は気からっていうね、うん、ああそうですね、鼻うがいをご存知ですか。知ってますか。知ってますけど、鼻から塩水を入れて口から出すうがいです、うん、薬局ではそれ専用のキットも売られてますね。やってみると結構鼻がすっきりします。風邪ひきにもおすすめです。ただしやってる姿は他人には見られたくないですね、過去は必死でこれなんかあれですよね、新しいやつで鼻うがいしても痛くならないやつを新発売しました。痛くならないのいいですね、うん、
で追伸関心タイガースのお母様が亡くなられたとのことでお悔やみ申し上げますと、置かれた環境が大変な中投稿を続けてらっしゃるんですよねと心中お察しします。そうだよ、お笑いが大好きだったとのこと、ここはリスナーのみんなで楽しいネタを考えて笑って供養したいですね、お花の代わりに笑いの花束を。すごい素晴らしい、ここら温まる。あとなんか紹介しなくていいんじゃないですか、もう。そうそうそう、今日はもうね、今日適した方 A さんですもんね、やっぱ笑いの花束を送ってる方ですよ、ね。こちらラジオネームは宮城野区のですね、中仁田鈴蔵さんね、鈴蔵ってオスの巣に作るなんですよ、皆さんね。どういう漢字書くのかなと思ってる人多いんですけどね。はい、塾長お疲れ様です。先週はパソコンの調子が悪かったかもです。そういえば塾長、アイフレームのラジオ CM 出てますよね。軽やかなボイスでした。アイフレームのラジオ CM なんだろう。最近ね、長いんだよ CM 撮ったとな。4、5年や、まあ、10年選手とか、この間佐々木真奈美さんと話したんだけど、佐々木真奈美さんのラッキー、私15年ものあるよって言ったら、ね、すごいな、まさしく鈴蔵だな。なんだろうアイフレームのラジオ CM ね。まあまあ、 軽やかなボイスはね、あと大阪智夫君も似たようなボイス出しますからね。智夫君とちょっとね、住み分け考えてるんですけど、でも彼もほら、ね、子供生まれたから、そう話していいよね。だから、ね、やっぱちょっとほら、子供生まれるとイクメン会を開こうぜって言ってなかなかね合わないんですけど、可愛いらしいやん、可愛いよね子供は。もういまいましいさ事件とか多いけどさ、はい、もうすんごい悲しくなるのよ、すんごい落ちんのよ。だ朝ね、あれですよ、まあ花丸マーケットだねみんな。いまいましいさ、ニュースとか見ると1日暗いのよ、子供の事件特にね。いや本当ですよ、正直大変、子供生まれてからね、もう言っていいか分かんないです、奴隷みたいなもんですよ親が、マジで。でもそれが毎日お風呂入んなかったんだよ俺。まあまあそんな1週間に1回とかじゃないけど、まあ冬場だったらね2回に1回とか、でも毎日だもん、毎日お風呂入って、しかも早い時間に入ってっていう、時間に合わせるのが、俺も不定期な仕事がさ、大変だったよね今思えば。まあうちのかみさんも大変ですけどね、まあでもね結局ね、娘の話の中心になっててさ、時間を使おうと思ったらさ、娘に使っちゃうからね。でもそれをなんか自分の糧になってね、いいものになればと思うんだけど、意外とね柔らかくなるもんですよ考え方がね。せこせこしない。俺の悪いとこせこせこしたから。ああね、すいません、ちょっと業務連絡、はい、あるそうです。あるそうです。え、あるそうです。どういうことだから、ここのつながりは通常通りです。え、どういうことですか。雨天の場合の裏番組じゃないや、予備の番組で搬入はします。あ、で、夜はやるってことね。え、あ、じゃあ そう一応全部流れようじゃなくて夜やるってこと。雨天の場合。ちょっと待てよ。え、何が。これリスナーから募集して。いや本当25日。じゃああれじゃないの、その日は我々の番組でいいんじゃないの。うん、でも4日は4日で別に番組組むんだよ。そうか。ちょっとね、あいた。大丈夫ですか。今ジーンってきて。大丈夫ですか、まだね。もうちょっと終わったら終わったんですね。はい。3つです。3つです。はい。とりあえず被らなきゃ。まずね、ルールとして。はい、大丈夫ですか。僕のことセレクトしてやってますけど。じゃあ時間あるまでちょっとね。こちら山形県小原沢市のですね、世界のストレスありがとうございます。こんばんは。大変気の早い話ですが、3月25日金曜日は記念すべき楽天史上初の本拠地開幕戦ですが、ゲラゲラ60はどうなる予定でしょうか。まあね、これはもうちょっとしてからですね。これやっぱユーストリームもまだね。どうなるかね。こちらですね、和久屋町のラジオネームタコ金太郎さん、ありがとうございます。おばんです。先週の放送でワッキーさんがゲラゲラリスナーとバスツアーをしたら面白いだろうなと話してましたね。賛成です。ぜひ一度お願いしたいですね、はい、費用はワッキーさんぶちで。だからこういうこと言うから実現しないんだろう。これはもうリアル1人2万ぐらいで。やりたいんですけど、ワッキーさんどうですか。いや僕やりたいですよ。だ自分持ちは嫌ですよ。いや自分持ちじゃなくて、リスナーさんみんな負担していただければバスチャーターしてとかできるんで。これは24時間やろうかんじゃん。いや無理、それは無理。自販しよう。泊まりがけとか絶対無理なので、まあゲラゲラ旅館に行こうか。ゲラゲラ旅館に、ゲラゲラ旅館。今週のお題です。リアルな話だけど、みんなでバスでプブリコ行こうかっていう。あ、なるほど ね
いいね。あのあれプブリコの温泉の湯使ってそうそうそうあの講演会やってそうでみんなであの2時間出れないってやつそうそうそうたけしさんじゃないですか。いいんじゃない。いいっすね、うん、でリアルな話ですけど、まあ、TBC と打診してますので今。あマジで、そんな話していいの。いいんじゃない。だってやっとディレクターっぽくなってきたね。そう打診今打診単なるうちの中学校の先輩だったんですけどね、単なるはおかしい。単なるはあ、わかりました。じゃあ、うん、頃合い頃に、うん、ユーストから先行ですか。はい、あ。あとね、ちょっとあのせっかく本ちゃんと読めないんで、はい。またタコ金太郎、先週の放送で素敵な可愛い A さんか B さんかどちらかわかりませんが、自分の最高作品を読んでいただきありがとうございます。また来年に読まれるように修行頑張ります。来年。なんでや。来年って。いいな。タイガックのタックンさん。ワッキーさん、あゆみお姉さん、こんばんは。先日か初メール対象の商品でいただいた山中屋さんのお食事券届きました。ワッキーさんのサイン入りの TBC ラジオの番組表までいただき本当にありがとうございました。できるときしてるんですけどね。できればあゆみお姉さんのサインも欲しかったですね。あゆみちゃんはね断るからね。断る。そんなことないです。私ちゃんとやってます。俺お願いしますときふんと。言ってない。ひどい。対戦使わせていただきますね。これからも楽しくエロい番組を期待していますのでよろしくお願いします。彼女はそんなエロくないですよね。エロくないから本当エロい人はエロいですからね。まああの今日のゲストの猫泉さんはいかが。ああ言っちゃった。 A さんです。何言っちゃったの。 A さんどうなんですかね。今日よりカッパっぽいじゃん。ほっとけ。どうなんですかね、あのエロさって言ったら自分の中ではあの甘口、辛口、超辛口かなりエロいです。姉さん、人が甘口とか辛口とか言ってるのに超エロいって。姉さん立ててください僕。あのこれ収録はあの午前10時ですから。超エロいってどういうことですか。どう何してんすか。まだピカピカの白昼でしたね。白昼ですよ。白昼堂々ともうスタジオのねストリークイーン、ね、ストリークイーンだ。ストリークイーン。ストリークイーンですね。何回言います。宮城野区のラジオネーム5つの青い風船さん、私が出したお題、5人林に6人目が何を持っているを採用していただきありがとうございます。あ、これから取りますもんね、はいはい、正直びっくり。これでトータル6回目、今年だけで3回目のお題採用です。あのうまいんだよね、5つの青い風船さんのね出し方が。あの結構実はもらってますお題、言いますけど、ただもう季節柄あのこれ絶対やるんじゃないかっていうのを送ってくる場合があるんですけど、正直ね採用率はね3分の1。うん、あのあれですよ、僕考えたのね、あれですよ、リキュール系、リキュールのやつ、カクテル。ああ、はい、うん、あのああいうちょっとさ、そうそう、こう逃げられるっていろんな形で逃げられるパターンがあるといいよね。ああいうお題がいいです。自分で言うのもなんですけど、あのカクテルね、何に何でなんていうカクテルでね、 MVP でね、ヒゲとアフロでちょっちゅうね、ちょっちゅうね。1週間経っても面白いっていうのは面白かったんですよね。これ大阪市のプブリコですよね。プブリコにね、私、来週、再来週かな、うん、行って、あの直接、武蔵さんに渡してみます。あ、本当ですか、はい、なんか、伝言あれば伝えておきますけど。あの、いつもメール来るんで。いや、あの方すごいですよ。ゲストから常連さんになってるっていうですね、もうラジオの常識を逸しますよね。プブリコの最高責任者でありつつ、そうそうそう、僕は芸人になりたいって言ってますからね。なんかあれだよ、言っちゃうけどさ、あのあれめちゃイケのオーディション行ったらしい。あ、そうそう、行ったんだってリアルな話。あと名前ない方、この方、日曜日の再放送はもうやらないんでしょうか。番組内で宣伝されていますが放送はされてないようです。どちらが正しいんでしょうか。これはですね、やっと整合性今取れてますので、はい、そうですね、さっきも言いましたけども、今週分はやらないです。来週からまたやりますから。そういうことですね、はい、よろしくお願いします。これはちょっと紹介したいですね。多賀城市のラジオネームエクスプロイダーさん、ワッキーさん、あゆみさん、こんばんは。用事でしばらく家にいなかったので今日録音した18日の放送を聞いていました。 D ハウスの歌よかったですね。先週のねゲストですけどね、アニソンなノリで買いたくなりました。買ってください。はい、それよりもワッキーさんの口からトゥーミックスの名前が出るとはファンだった僕としては嬉しかったですって。俺結構マニアックな J-POP の、ね、でもトゥーミックス売れましたからね。うん、そうだね。あ、90年代後半ですよね。懐かしいな。懐かしいですよね。
意外とね、あのワッキーさんジャムプロジェクトとかね、声優好きでしょ。声優声優、あ、よかった、それはっていうのが違うわ。それは君が見た光か。それ声優だよ。森田浩一さん。森田浩一古いよ。卒業までのってもうこの時期はもうこの歌ですよ。もしかして N さんその時代ではないですよね。ですよ。あ、その時代ですよ。あのカメラ目線ですよね。ピアノ弾きながら卒業するとってこと。まあ俺もその頃は6歳なんですよね。まあおじいちゃんおばあちゃん子って怖いもんでございます。なんか今歌い方が小林明入ってたよね。卒業までのあの子をペットにしたくばーって一回言ってますよ。これがね、これディーラーさんで歌うとお喜びね。短いね、車の歌とかね。そうそうそう、モーターショーでおるんですよね。あの子をペットにしたくって、ま、た日産するならパッカード骨の髄まで絞れるだから肘立つクラウンサー。はい、やって同じ。わかんない、わかんない。この足だけだって燃える音やって、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 諦めないね。諦めないね。諦めない、小林明です。諦めないね。俺はアキラだけど諦めないで。あの方は似ても諦めない。諦めない。 A さんちょっとやってみよう。マヤミキさんと。あ、来た。諦めないで。誰やねん。はい、アキラ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 。小林アキラです。夢を諦めないで。もう振るんじゃなかったの。でもあの、先生。あ、諦めないで。いいよ、もう。いいよ。気に入っちゃった。まあ、前回も言いましたけど。俺ね、ゴルフでデビューしたからね。最下位だったんだよ。うるさい。本当うるさいよ。あのバンドエイジに似てるって。いや、ほんまで宇田切です。ワンさん、これ大里町、ワッキーさん、アイムさん、ディレクターさん、こんばんは。こんばんは。ピッチャーやってね、いつも楽しい番組をありがとうございます。ちょいや、このところちょっと好きなものなんですか。いや、もうゆで卵やっぱりね。わし、そう食べないから、ゆで卵ね。俺そう言ってたよ、これほんまに。ゆで卵食うんやったらステーキやねって言ってましたね。だから恐ろしい人です。このところ休みにほぼ1日がかりでネタを考えるのが習慣になっていましたと。うなぎさんね。私は投稿を始めてから3ヶ月程度の未熟者ではありますが、いやいやいや、ゲラゲラはそれだけの情熱をかけられる番組だと思ってます。あ、これは本ちゃんにとってもね。わかりました。じゃあ本ちゃんで読むネタこの2つはい、ということでね。でもいいですね、こうやってほら普通のお便りちょうだいってすごいもらってるので。そうですね。あれ、俺読みたいやつあったな。新人のネタみたいな。あ、なんか見た？あ、見たよね。なんか見て紹介しましたね。はい、じゃあそろそろやりますか。セレクトね。アキさんと一言ネタの。おい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 。やつはどんな感じですか。はい、やっぱね、ルオさんをしてますよ。僕ね、やっぱちょっともう言っちゃいますけど、まあいいや。なんでや。いろいろと事情があったから。なんでや。で、本人は楽しげながら他人から見た寂しげな仕草、はい、これが一応仕草。一言ここ、一言ここ、ああ一言あったし、こっちですか。いいよ言わなくてっていうさ、なんか寂しげなことありますから。この辺りです。あ、ちょっとワッキーさんごめんね。あのユースト見てる皆さん、3月10日タピ大に私出演しますので、タイトルはですね、笑って健康、笑って健康、頭の体操みたいな感じで。俺かぶってますね。え、大丈夫ですよ。大丈夫。俺一回だけかぶってますよ。大丈夫です。ゲラゲラ60の話題で、ちょっと1時間公演させていただきますので。いつですか。ぜひ、10日です。3月10日。はい。ぜひタピ大に遊びに来てください。あの夜ですからね、タピ大。仕事終わってからお待ちしております。何曜日でしたっけ。確か水曜日だったかな。水曜日。はい。収録の翌日。はい、違うよ、木曜日だよ。あ、木曜日でした。木曜日で、はい、俺行けないなと思った。あ、本当？そっか。あのでもね、旅代学割クーポンっていう人いるでしょ、うんうんうん、あの方僕旅代でやった時の人ですよ、うん、あ、そうなんだ。じゃあ常連さんなのかな。いや、それから多分 TBC ラジオって全部ね24時間聞いてるわけじゃないんだけど、うん、他に出してないんじゃないですか。あ、本当？うん、うん、あ、いや、じゃなくて旅代によく通ってらっしゃるのかな。あ、かな、わかんないですけど、ね、旅代あれホームページ見たら、あれ10回スタンプ押されるとなんかもらえるんだよね。学割クーポンっていうか、クーポンもらえるんです。確かそうなんだ、うん、それでか。それを彼から知ったんです。
あ、なるほどね。いや、その時ね、僕はあの大喜利っていうか、あのようなやつを皆さん出して、はいはいはい、であの方の採用率は多分結構ね、取ってますよね、旅出さんね。阪神タイガース全然最近来てなくて、今週来てたよ ね、ただ旅出さんってやっぱ出さないとね、腕落ちるね言っちゃった言っちゃった。わかんないですよ、あまだ選んでセレクトしてないですけど、正直僕はちょっと今回選んでないです。あのね、これもちょっと俺初めて言うんですけど、ユーストで実は僕あの前の日に全部見るんですよ、一番遅かったのがウロロ君だったんですけどね。あのマイナーっぽい人を選んでるね。5つの青い風船、こうやってね、実はこれはいいんですよ、個人情報ないから。あのこうやってね、実は俺ちょっと面白いなと思うやつをブワーっとね手書きで書いて出してるんですよ。これでほら皆さんが一生懸命考えてメールを打ってるっていう気持ちも少し慣れるかなと思って、すごいしょ、手書きですよこれ。すごいな。あのね、最初ねプリントアウトしてたんですけど、うん、全部やっぱプリントアウトしてからチェックしなきゃダメだから、うん、チェックした気になってしてないんですよ、うん、だったら見て面白かったやつはもう手で書いてっていうから、うん、だから誰が何言ったかって大体覚えるんですよ、うん、すね、試験勉強みたいなもんですよこれ、一夜漬け。昔さ、国語の授業でさ、あの雫石先生って先生いたけど、あいたいた、雫先生、必ずあの転生人語とかを写してノートに書いてきなさいって、そうそうそう、宿題ね、うん、あれでしょ、あのそう、 手でね書くとやっぱ覚えるんですよ。覚えるね、ないよ、すごいですよ本当。雫石先生お元気ですか、うん、あ、Me too 同じ中学校だからね、うん、そうそうそう、うん、あのそうなんですよ、だからねすごいですよ。あのこうやって見るとね、うん、選ぶかどうか分かんないですけど、うん、もう今言いましょう、一番あの被ったネタとか、うんうんうん、5人林に6人目が何を持っている、ブブゼラが一番被ってます。あ、そうね、はい、うん、石巻市のシャララレインボーさん、そして高城市のエクスプロイダーさん、大学のタックンさん、山形県中山町のサウザンアイラトークさん、宮城の国5つの青い風船さん、あの面白くなくはない、うん、え、面白くなくはない、うん、なくなくない、なくなくない、面白いんで、面白いんですけど、やっぱかぶっちゃうとみんなが考える面白さなのかなっていうのが、逆にベタだからいいのかなって思うんだけど、なんかこっち選ぶ方としては、あ、また来たってなっちゃうんだよな。あれ5つ目だよ、一番最初面白いプッて割るのブブゼラだよと思うんだけど、またブブゼラ、あ、またブブゼラになるとさ、でやっぱり笑いの沸点というか、そのツボって人それぞれだけど、もうわ、多分ワッキーが考えてるあの笑いって、なんかこの一言にこう裏ストーリーが感じられるものが面白いね。そうです、僕ね、演劇やったかどうか分かんないけど、なんかね、ただ単に分かんないですよ、僕の芸風は思いつきが多いんですけど、なんか思いつきの裏にもただ単にもう一つなんか笑いたいみたいな、この人はなんでこの状況で言ってるのかっていう選び方、だから A さん B さんと被らないってのはそうなんだよね。あ、だただ単に、うん、だ5人林に6人目がって言ってるけど、6人目いらないわけですよ本当は、5人しかいないから、そうそう、なぜ6人目がいるのかっていうのを考えると、そうそう、ね、この人は何を持ってるか、相当なものを持ってるんですよ。そうだと思います。あのね、多分ね、私が考えるに、あの彼があの昔ですね、あのみんな皆さんのこう行為でですね、うん、ギャグビデオを作ったんですけど、うん、ね、昔作ってた、あ、やりましたね、 VHS でね、はい、あの時にあのぼやきひな祭りっていうのがあって、あれ多分好きなんじゃないかなと思ってね、羽賀本名さんが出てます。あのひな祭り あのあれですよ、コンパネっていうか、何でしたっけ、あれってかき割りか、うん、かき割りに顔出して、うん、ひな祭りは座りながらずっとぼやいてるっていう、シュールなネタだったんですけどね。その前に俺なんで座ってんだろうみたいなとこからボソボソ言って、まあ、ふーっと消えていくっていう、ああいう笑いが好きですよね、なんかね、シュールだろうね。そうそうそう、だ演劇に近いのだよね、多分ね。あ、そう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 、そういうことなんだと思う。でもまたあゆみちゃんはあゆみちゃんで違うしね。そう。がね、あゆみちゃんほらね、うんことかする。ひどい。言っちゃった。止めてください。止めてください。子供とかピーってうんこと、うんこ。うんこ。とちゃんうんこっていう。なんでそんな感じ。いつの間にみたいな。この間俺ロケットうんこって娘に言ったけどずっと笑ってました。ロケットうんこ、ロケットうんこ。母ちゃん母ちゃん、ロケットうんこだって。そういうの好きですか。いや、まあ、ストレートな感じはいいですけどね。あとはね、あ、もうそうそうそう、老舗旅館のゲラゲラの最大の売りとか、ね、うん、まあ、これでも結構分かれましたよね、これはね。あ、もうすぐ春ですね、これはかぶった、だから次は夏ですね、次は夏ですね、まだ冬じゃな、冬ですよとか、そういう
それは考えるね。いや面白いけど、富士市のミンダナオトさんとか、田谷区のタックンさん、宮城の国綱大生さん、涌谷町の上級ボーイ、東京の町田市のスーパーポリシーもちょっと似たような感じ。次に来るのは夏ですねっていうね。まあちょっとあの語呂が変わってたらいいんですけどね、なんかね、これどうなんですかね。あの我々だから言えることですよね、集まってくるね。いや面白い、一人一人考えると面白いんだけどね、集まってくるとね、うん、あらまた夏かよ、あらまた夏かよ、うん、でも多分あると思うんだけど、うん、あのラブレターとか、うん、夜中にテンション上がった時にうわーって書いて、うん、自分でこれすげえなこのラブレターと思ったけど、うん、次の朝読んでみたらこれ何これみたいな、そういうのあるかもしれないよ、夜中に送ってくる投稿者の方は、うん、ありますね。そのコメントは何これいいこと言った、また言った、ね、B さんありますねって言ったね。あ、そう、あ、ありますよ、ありがとう、ありますよね。いやでも俺は、でも俺はその深夜のパッションもいいよ。あ、そうそうね、深夜止められないパッション、暴走を聞かせるごとくあの卒業旅行かなんかのあの朝3時ぐらいのテンションわかる。そうそう、さあ、ね、ネタかって言ってプーって言うとプーだってよって言って朝5時ぐらいのね、そういう好きだもんね、あゆみちゃんね、うん、まあいるんだ必ずだ、今日みんな寝ねえべな、起きてっぺ起きてっぺっつって一番最初寝るんだ、寝るそいつが間違いなく、うん、絶対顔にやるんだけど絶対額に肉ってかかるんだけどそんな人生だ、どんなことだ、そうそうそう、最高に面白い我々だと思ってんだけど、みんなやってんだよ、案外な、案外修学旅行のあるあるです。さあそれではそろそろじゃあ始めてまいりますかね。こうやって見たの、せっかく普通のお便り送っていただいたのに読まれなかったっていう方は、うんうん、ね、ユーストリーム見てもらうとね。そうですな、ああ。さあ、それでは、あ、すごい。ちょっと A さん、不戦攻撃じゃないですか。おお、私それ何すか、あ、これ今書いたんすか。書きました。え、書いたの今、はい、さあ、すごいっすね。速記がすごいっすね。速記がすごいんだ。もう、ワンポイントですよ。速記本ってどうするんですか。あ、そこですかね、そこですか。ノートのっている。だから芸人みてえじゃん芸人でも持ってねえよ。ちょうど加藤さんのネタ帳見せてもらったっけ、ちんぷんかぶる自分しか分かんない、キャーって書いてここで急に叫ぶキャーしか書いてない、キャーって叫ぶ。あの人は本当に8時ぐらいだったらね、あの人まだやってるよって言われてたらもう人生設計は本当にあれですよすごいもんですよ、彼習うとこいっぱいです彼は地名もこっちで覚えてる。地名あ、地名は、あ、地名大丈夫ですか、こっちの方で、はい、名前とあれは言いますね、名前は、はい、あ、猫、あ、A さんも、はい、猫、じゃあそろそろやりましょうか、ね、ケツカッチンドラドラですから、はい、でこの一応シートの方は、ね、僕が入れてないです、はい、でじゃここを言えばいいです、ね、これ頑張ってね、これこれあれですよね、あのすごい低音のバハハハのあと一言ネタ俺思いついたんだけど、うん、夏向きなのでもうちょっとしたら送ります。夏もあるんですか、お題、あ、夏もやんないの、夏もあるんですか、やんないのかなあ、そっかそっか、じゃあ曲変えてやろう、わかんない、あ、じゃあユーストだけで、そうだユーストだけで続けるってことだろう、いやわかんないし、やるかもしれないそうだね、いや、そう、大人の関係とは決まったら、大人の関係と俺やめたらそこなんですよ、ああ慣れてねえなこの業界もんと先輩、熱いでしょ、先輩イベントやりすぎる、ちょっとあのクーラー入れましょうか、ね、クーラー入れましょうかフォローしないよ先輩、クールダウン、俺もうクールダウン、俺クールアップでクールアップクールアップ、ヒートにしろ、ヒートにしろ、ヒートアップ、クールアップおかしいからね、ね、お願いしますよ本当にただ単に俺が弾いたと思わないけど、まあ、合うっすよ、涼しくいないっす、いや涼しくね、別に3月1日冷房いなくていいっすよ、寒いっすよ、寒かないっすよ、寒い、マジで寒い、ちょっと寒いかも、マジで、ただの吉勝さん始まれば、あ、ただ吉勝さんは本名です、あの本名言わないでくださいね、ただラジオネーム吉勝、あ、いいんです、あのただ吉勝さんでいいです、あの方本名と構いませんですから、あ、わかりました、まあいろいろとさすがやっぱラジオのルール上手してる、ね、うん、五人林は OK で、ただこっちの方ちょっとありますから、姉さん、はい、あ、そうですね、あの方がここに座ってもらったらいいんじゃないかと思う、はい、絶対俺らは仕切れないと思います
もうチャチャ入れて遅くなります、ね、よく知ってます全てに。じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあセレクトで。ラジオネーム不明なままもう突入してもいいですか。ダメです。あ、ダメ。ただ必ずラジオネームあると思います。ちょっとね、どっか行っちゃったんですよ。どっか行っちゃったんですよ。ちょっと、あ、僕の方でセレクトしてる可能性があるので、うんうんうん、言ってもらえば。ネタどういうの。全てに旅館、あ、ちょっと全てにおいてセルフサービス。指差し答え言わないですもうみんなあ、ダメなんだ。姉さん先輩でしょ。これです。これは俺チェックしてねえな。あ、そうか。ちょっとこの原稿にもまみれちゃって。それってあの受信日とか書いてある。いや、もうだから普通に書いてると思う。ああ、そうか。あ、そうなんだ。半分ぐらいもらいますか。調べますか。はい、ありがとうございます。このネタ何ですか。あれ優しいね、B さん。これね、これちょっとね、なしにしてやるからね。だからちょっと今日はお手柔らかに。あ、すいません。いや、なんかあ、違う、これ。違う。これあれです。大丈夫、負けても30秒告知あるんだよ。これ五人林の方ですね。ああ、五人林ネタなんで。多分それ全部ボツにした方なので。ボツにしたんです。姉さん残酷ですよね。あ、これ、あ、五人林とかいろいろ混ざそう、混ざってるからですね。なんかぐちゃぐちゃ。そう、あの、リスナーによってはね、全部まとめて送って、うん、そうあのくださる方もいるので。そうなんですね。いや、その方がいいですよ。あ、その方がいいですよ。でも、います。でも、1年やって、これが一番です。手書きが。まさしく手書きが。で、その中でも、ざっと見た後に、一応自分のベスト5を決めるんですよ、僕。あった。これ違います。あ、ありました。名前なんですか。ピンポーンですね。下ね。ですね。サウザンアイランド。はい、ラムホント。サウザンさんはこの番組しか出してないんじゃないですか TBC ラジオ多分。うん、山形のリスナーは多分僕が持ってきてます。自分山形で番組やってる。山形でないんですよ。あの川柳と謎かけやってんだけど、もっとやりたいんだけどさ、もっと遊びたいなと思ってこの企画を仙台で始めた。本当山形続けばね、あのワッキンランドっていうのを続いてれば、この方向に持っていこうかなと思ったんですよ。最終的には山形って、あの国がまとまってるみたいなとこなんですよ。山形って最上郡だったり、あの山形の内陸だったり、あと庄内とか、だからそこなんか国取り合戦みたいな感じで面白いなと思って。絶対燃えるよね。このラジオではなんか山形市が若干こう縮小になってめちゃめちゃ鶴岡市が大きくなってるとか喜ぶよね。仙台でももしかしたらほら、あの高校を舞台にして、ね、バトルやれるかもしれないから。いつなんですか。いつやろうかな来週再来週。いや、いろいろ考えてるんですけどね。考えただけどうなのかわからない。一応あの微妙な時期というかね、うん、まあでも諦めないで、うん。お、一番クオリティ低いね。3度目だけど一番クオリティ低いっすよね。何なんですか、一体。なんだろうね。それで落ちようと思って言ってる自分が。お、ブブゼラ。膝やんない、膝。なんだ今のブブゼラ。絶対負けそうだよ。ニカウさんから。分かる人いるかな。早く下ろします。あ、もうちょっとした。はい、ありがとうございます。いつも N さん。あ、いやいや、ね、まあ N さんはあの家屋新報夕刊を見てればね、うん、どなたかって大体分かってきますからね。それっていいんですよね。日にち指定しないと。あ、まあ、9日でしたっけ。別にいいですよ。え、でも家屋さんから言わない方がいいんじゃないの。あれ関係ないか別に。あ、100万人のは出ますんでこの辺、はい、言っちゃった。3月。あ、でももうこれアップしてる時は、はい、終わって、あ、もう終わってないか。そっか。終わってないですよ。終わってないな。いや、大丈夫でしょう。だって別にだって。うん、ね。そうですよ。30何人しか見てないから。本当、あ、これ、言うすか。もっと見、その割にはなんかすげえ、1000人ぐらい見てるような。1000人ぐらい。先週はね、24。そう。友達にちょっと勧めてくださいよ。自分で見てんの2いくらやっから。俺も1カウントしてもらっていいですか。あ、じゃあ10代20人弱。20人。まあいいですよ、そっから始めましょう。いいのちゃんとね、濃い人が見てるからね、うん、内容はなかったんですよ、うん、だ普通のお便りも紹介できるって言いますよね、うん、
で本当にね、こう紹介してもらって人増やさないと、ユーストの中継もどうなるかって感じになりますからね。これ本当にあの、うん、N さんのご厚意でやってもらってますから。はい、はいはい。お願いしますよ。誰にお願いしてるの。いや、パソコンユーザーの皆さん。パソコンユーザーの皆さん。本当ですよ。携帯でも見れるよ。うん、あ、そうなの？あ、見れないですか？わかんない。あ、ダメですか？うん、あのな、スマートフォンは OK ですね。スマホは。おい、入試問題をな、書き込みしてるんだったらな、ユースト見る、ユースト。何言ってんの？松岡修造です。暑苦しいわ。さあ、やりましょうか、姉さん。ちょっと、私だけ言っておきたいんですけど、ちょっとダメですよね。あの、ちょっと被ったのが一つ。あ、じゃあね、僕のセレクトのとこから虎の巻ありますから。春のやつの。ちょっと虎の巻。あと一点だけが。虎、聞いてます姉さん。九州の虎の巻。虎の巻ありますね。この僕の感性に合えばいいんですけど。ただ姉さんあのそういう時はあの多分ラジオのあの聞いてます話。はい、初メールの方とか読んでいただけると非常に春っぽいなっていう気がする。ああ、どれが初なんですか。頭に初って書いてあるじゃないですか、ね。あ、まあ、頭に初だと頭髪なんですけど、あ、ここでそっとしてください。言わなくていいですよ。言っちゃダメなんだね。名前を言ってください。名前を言っちゃダメなんだね。名前を、はい、すみません、はい、よく分かってますで、これ一発目お願いします。はいはい、分かりました。はい、ということでね、もう本当姉さんからもう随分初メールペンネームの鹿島台の吉和さん。あ、同じ人ですよ。吉和さん。うっそ。本当だからダメですよ。お、マジで。やっぱり被る。じゃなんで自分選んだやつまた選ぶんですか。いや、違う、ネタが違うから。ああ、じゃあ違う、うん、西川さん、2人いるんですか。いや、選ぶ人ですか。あ、いやいやいや、なんかこう違うネタで2つあったんです。いやいや、なんかネタはいっぱいあるからね。うん、全部吉川さん推しだな、初メールなので。吉川さん見たよ、本当にね。もう吉川さんって名前で見たよ。あの、これで言ってもいいですか。ああ、もう全然いいです。いいですか。はい、青葉区の和内さん。あ、OK です。和内さん、はい。あとお笑い地産地消ですか。やっぱ宮城のネタなんかね、はい、困った時は宮城ネタ。これ宮城ネタですもんね。あ、はい。さあ、それではこれもう B さんは2回目では分かりますけど、はいはい、A さん分かりますよね。あのお笑い、はい、もうお笑いもやってますからね。あのまずはこう自分のところから、はい、こうなんかこう一応こうどんな状況かなっていう探りを入れるための、まあ、蒔絵的なものを蒔絵っていうと怒られちゃうけど、あのこの辺からいくと分かりやすいんじゃないかなっていうような部分で戦略を立てるとでも変わるんですけどね。まあ、そんなにあの、まあ、基本的にはあの1対1のドローになるんで分かりますけど。もう、はい、もういいだろそれは。はい、一つお手柔らかにお願いいたします。今喋りも柔らかかったですね。大丈夫ですか。言っちゃダメだってそういうこと。さあ、A さんと B さんでございますが、はい、じゃあ A さん、まずはこちら5人林に6人目が何を持っている名前だけいいですか。名前だけ1番、ラジオネームネクサレトドさん。はい、これはネクサレトドは泉区だっけ。泉区ですね。はい、ネクサレさん久しぶりじゃない。名前も、はい、うん、はい、2番目、うん、ラジオネーム黒いうさぎさん。はい、黒いうさぎはこれ先週初ですね。うん、そうです。どこだっけ。なんか場所が分からなくて、なんか最後の方に、うん、あの住所氏名送ってくださいねってなってる。あ、違う、これね、黒い先生、またこれだ。俺普通お便り黒い先生読めなかった。本当。ああ、読んだよね。あれ読んだよね。先生違うって今回来てる。あ、来てる、うん、あ、本当。ネタ投稿と一緒に。これ言わなくていいんですか。でネタでやんなかったら、うん、あのネタで決まんなかったらいらないですみたいな。ああ、はい、私はネタで撮りたいんですよ。それ先週でしょ。違います、今回してます。あ、そう、ね、ネクサレットさん、あ、じゃあ、黒いウサギさんどこだっけ。この人ね、場所がね、先週送ってないんですよ。今週多分入ってるから、はい、ちょっと待って。じゃあ次、姉さんです。はい、はい、ラジオネーム和内さん。青葉区、声張りますね。はい、じゃあ B さん、いいよ、はんなくて。あ、はい、お湯も張ってんじゃねえか。野菜大好きさん。お、高城市。はい、またどこ行っちゃってる。はい、銀ベムさん。銀ベムさん、気仙沼。すごいでしょ。だいたい5通6通くると覚えるな。もうタラチの母みたいな。
枕言葉みたいに出てきます出てきてますよね、はい、次は関心タイガース早く早くバッチリですよね早いこういうゲラゲラ、うん、青バク青バク、うん、はい、黒いウサギさんは青バクです、うん、はい、続いて、ゲラゲラ旅館ですはい、B さんからいきましょうアナログ二郎さん大学かアナログ二郎はごめん、鹿島だごめんね、二郎さんだって二郎さん確かあれだよね去年暮れぐらいからだよね結構そうですね、最近だったとはい、二人目バックザランさんはい、これは山本町のバックザランはい、はい、ドラムスコさんドラムス大学だよね、はい、今日なかなかエントリー、うん、おーどういういい感じにいい感じにさすがですねさすがもうゲラゲラなアシスタントはいさあ A さん、はい、名前わかりますラジオネームサウザンアイランドさんいいよ反応で大変やすいですから本当になんか寝ちゃいそうだよなんか目がそれテンションさっき上げてっからする子供と同じじゃないですか次は次はいラジオネーム新白川いいわ新白川ジローラモさん宮城の区だっけだよねそう宮城の区ありましたはい次トメ氏のジョニーヒップさん、はい、大丈夫かな大丈夫かなあとね編集しますもんねはい大丈夫よよろしくね、はい、さあ続いてはですね、もうすぐ春ですね歌ネタはい歌ネタですねはい行きましょうはいじゃあ A さん今日払ってください、ね、あ名前あの言わなくていいですあのそうですねメールの名前だけです名前け本名じゃなければ大丈夫です名前を言うのそうそう、まあ、メールネームメールネームだけラジオネーム吉和そうラジオやってるんですけどね吉和さん初メール鹿島台ペンネームの初メールのね続いてが、B さん2番目名前だけっていうか、ね、あれですよメールネームだけ大丈夫？ん？私？そうですね2人目うなぎ犬ですわ、ま、大里町はいはい A さんの2つはい次は3つ目はい、わないはい、長岡のわないはい、じゃあ B さん行きましょうすいません、僕もちょっとこの人の名前があ、そう、はいはいこの人なんですけどこれ、何あれは、ネタは右側の、あのこれ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 です、これですこれでも青バクワナイだよあ、ワナイさんですか、うん、あ同じじゃねえか同じです、同じです、うん、あら多分かぶってたでしょかぶりました、少々お待ちくださいいいよ、これ見てあ、じゃ あ何個か候補残してたんだこの AK バーリーさんあ、OK、じゃあ青バクの AK バーリーさすがだね、先生最初 AK バーリーねはい、はい、AK バーリーはいで、次が、2人目あーおすみません、この人、この人ですあそれ2人かなそうです、2人います2人だよな歌詞に載ってる人、載ってない人で載ってない人を選んでしまいましたこれ2つんだよな、どっちだ俺は選んでねえんだああなるほどああまあ、3つ目いきましょう
変えましょう。はい、ダメです、選べないんで変えましょう。とりあえず3つ目が5つの青い風船さん、うん、はい、宮城の区の5つの、はい、虎の巻ありますよ。はい、和内さん2回目か。2回目ですね。和内さんもさ、うん、影の功労者だからね、うん、毎回出すよね、うん、結構初期の、うん、脱落してる人が何名かいますけども山の上さんとか言うなよ待ってますよマジ待ってます、ね、ミスターペル太郎さんのネタもちゃんとキープしてますからね、うんあのあれですよ、カットバセなんとかがいち早く来たんだけど、やってないから。あれは今シーズンやりますからね、あの楽天以外の選手でも、あの楽天限定で急にほら公開の録音が入ったんで、でもミスターペロ太郎さんのは出しますからね。そう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 、如実に反応するよね。モッコリイエローさんって言いましたっけ。言ってないです。今日は言ってないです。モッコリイエローよし、モッコリイエローどこでしたっけ。若林区です。若林区、じゃあ2番目ね。はい、はい、大丈夫、はい、よし、やろうか。何ですか、姉さん。五人林さんのところに和内があったのを発見。んあ、和内さん、和内さん、あ、それと被ってたから僕変えたんです。あの同じネタに入んなければ大丈夫。大丈夫あ、はい、さっきは、姉さん、3番目のネタに和内さんが被ってたんでっていう、さっきの。ああ、ちょっと今日危なくないですか。いや危ないです。なんかルールがね、いまいち読み込めてない。あ、分かります、分かります。1回目そうですよね。ユーストリームというものを、まあ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 、そうね、そうそう。あのね、これはしょうがないんですよ、これラジオ。すいません、分からないままやってるので、どんどん聞きたいのに、 それがよく分からなくて本当申し訳ないです。バンバン聞きたいけど聞いちゃダメなのとか、それが分かんない。そうそう、個人情報的なものは出ちゃうので、だからあの、うん、別に俺もや最初すごい大変でしたけど、あ、まあ、そうそうそう、そういうことですね。それ以外は全然大丈夫なの。伸び伸びやっていいのね。もう伸び伸び、なんか伸び伸びしちゃいけないの。おっぱい出しても何でもいいです。なんか何に気を使えばいいんだっけみたいなのを。あのやっぱいろいろと、まあ、ルールですよ、放送の。そうですね。そうそうそう、放送ルール。でもあのオンエアになったらオンエアルールですよ。これオンエアじゃないんで、俺うんことかバンバン言いますけど。オンエアじゃないけどオンエアなんでしょ。ですもこれはネットですから、ユーストリームで全部今流れてる、流れてるんですけど、うん、そうそうそう。いや、だからなんかそれがこう質問いっぱいしたいのに、うん、それすらダメなのみたいな。いや、そうなんです、よくわかんないんだけど。大丈夫です、大丈夫です、うん、整理します。つまり、はい、個人情報をダメです。個人情報だけダメです。あとネタを声に出しちゃダメ。ダメです。あのオンエアが面白くなっちゃう。面白くなくなっちゃう、はい、オンエア前に流れちゃってるから。その2つを気をつければ。そう、ここにあと、ここに変えときます、今度。そうですね、貼っといて。あ、はい、死後元気、死後元気、死後元気。廊下は走らないとか、そういうレベルだ。その2つだけ大丈夫です。あとはもう本番になったら、その2つだけを気をつければいい。気をつければいいんです。はい、わかりました。はい、あとはもう本当におっぱい出しても何でもいいです。もし許しうんこ漏らしても何でもいい。いや、それは困るわ。それは困る。清掃対応の清掃が。あ、本当ですか。まだ清掃。はい、わかりました。まあ、でもほら、オンエア倫理があるので、その辺ですよね。はい、そういうことですね、はい、下は出しちゃダメです。おっぱいはいいです、うん、ってことですよね。でいいんですよね、はい、出すなら僕もなんでやねんお前。対決しますか。すいません、皆さんケツカッチンなんで。そうそうそう、はいはいはい、はい、B さんのヒゲブラシが今日ゲストの方30分ぐらい早く集まってらっしゃるのに、うん、いつもよりもペースが遅いですよ。そうですよね。よし、やるぞ。やってくださいよ。やったやったやったマンでもねえのかよ。これはね、いや、何ですかそのツッコミ。いやいや、本当に、はいはい、本当に、はいはいはい、お願いします。本当に、本当に。ただ A さん気になるのが順番間違えるんですよ、一応こう名前言った後ね。順番間違える。順番、こっちの方で流れとしては、うん、じゃあ A さんから行きましょうっつって、うん、お題って言ったらドドンって、うん、でなんとか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 、五人林に6人目が何を持っているって言ったら、で例えば俺がホニャララのホニャララさんからです、お題って言うとドドンってあゆみちゃんが言って、その後にそのネタを言う。ネタを言う、はい、なので、はい、でたまに昔あったのが、うん、
違う人のお答えを言っちゃって答えを言っちゃってっていうところのルールだけ、はい、だから番号1番2番でつけてもらうといいんですけど、あ、はい、ね、付箋をするとそういうコーナーが、そういうコーナーがあったんですね、うん、いいなと思ったんですけど結構デメリットが大丈夫ですか A さん、はい、はい、じゃあまず A さん、はい、声をお願いします。これマイクこちらなんで A さんどうマイクこちらなんですよ。甘い、これなんですか。そうなんです、それいらないですよ、ほくろつきます、ね、いや、ドキドキってこれ、あの一応リスナーの方ですから、リスナーの方のネタですから。それで、うん、で、3つ言った後に、うん、最後の1つが自分で考えたお題で、全4つで対戦するってことです。あ、そういうルールね、はい、はいはい、さっぱり分かってなかった。そうだよね、だってA さんはいろいろとお笑いライブ出たけど、そういうなんかゲーム的なお笑いのやつやったことないもんね。だから得意じゃないからずっと断ってたんですよ。得意じゃないっていうかやんなきゃダメです、うんうん、やんなきゃダメです。はい、はい、得意じゃないです、はい、A さん OK、 B さん声ください。はいはい、 B です、 B です。はい、よろしくお願いします。で、 B さん一回出てるので教えてもらっていいと思います。はい、なんか順番で、はい、A さんお願いします。何の見つめなんだよこれ。ちょっと近づいて、ほら。行きますよ、はい、じゃあ行きましょう。はい、始めて、はい、入りますよ。はい、はい、ではよろしくお願いします。